感謝します。エペソの手紙の、ですね、2章の節開いていますか。エペソの手紙の2章の10節一緒にお読みしましょう。父の私たちは作品であって良い行いをするためにキリストイエスによって作られた。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださったのです。はい、私が司会言います。私たちは神の作品によって良い行いをするためにキリストイエスによって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださったのです。人間とは何だろうか、クリスチャンでもいいんですけども、クリスチャンであったとしても、そうでなかったとしても、人間は何だろうかというふうに、問ったときに、聖書は、私たち人間は神の作品ですというふうに、書いています。で、作品というのは、まあ、いろんなやり方ができるかもしれませんけれども、でも、同じこう作られたものであっても、工場で作られる製品とそれから、陶器にしましょうか。陶器が作った同じ陶器であっても工場で大量生産してくるお茶碗と陶器で作るお茶碗とは、違いますよね。私たちが作品、人間が神の作品として作られているといくつかのご意見があると思うんですけど、神の作品というふうに聖書が教えているときに、それは神様と創造主である神様と私たち人間との関係をさせて、私たちは神の作品であるというですね。神様がお作りになった方、私たちが作られた方、そして作られた私が創造主の作品ということです。で、いくつかのポイントを拾って答えて、と思いますね。作品というのはどういうことであるか。まず第一に、さっき工場で作られる製品と、陶器師が作ったところの、陶器とこう比較してちょっと話しましたけれども、陶器師が陶器を作るときは一つずつでないと作れないですよね。ろくろの上にね、一つずつ作れない。で、作っているときに一つの作品に思いを込めて関心を持って作るですね。第一に神様の作品に対して神様は最大限の関心をこう払ってくれているということです。人間はですね、生き生きとこう生かされていくとですね、書くことができないものが生かされてこうあることができると思うんです、ね、その一つは私たちは例外なく誰でも誰かが関心を願いたいという願いがあるでしょ。誰にも関心を払われずに無関心な状態に置かれていたら、それは人間とすごく孤独なことでありますし、その中で、それは親子だったとしても夫婦だったとしても、自分もし疎外感を感じてですね、身近な人から関心を払ってもらっていないと感じるのであるなら、それはとても大事なことですよね。生かされている中で、人間が生きていく中で大切な要素として挙げられることは、誰かに自分は関心を払ってもらっている大切な存在としてね、簡単に言えば生かされているということなんですけれども、愛というものの第一の、原則というか第一の要素として愛に関心できないのは、その愛する対象に夫でも妻であってもお母さんであってもお母さんでもいいんだけれども、目を向けて関心を持っているかどうかというですね。神様、聖書に書かれている神様はそういうお方である。私たちに対して人間に対してそういうお方であるということです。ですので、この中でたくさんの方が今ですね、うつに患って苦しんでいらっしゃる方たくさんいますね。それから自分を自ら立っている方がいらっしゃいますね。
でもその人たちがですよ、もし誰かが自分のこの状態にですね、人生にとてもこう関心を持ってくれるんだということが分かったらば、随分状況がこう変わってくるんです。今僕がですね、皆さんご存知のように4人子供がいますね。で、4人の子供を育てている中で、なるべく親と平等に育てていくつもりなんだけども、子供たちの方はこう結構なんか不公平じゃないですかね、こう不満を持つということがある。どんな一生懸命やってたでしょう。神様でありますので、どういうことかというと、4人子供いた時に4人のうちの1人としては扱ってほしくないということですね。ヨシアであれば、ヨシアとしてお父さんに話を聞いてほしい。ハンナであれば、娘のいる娘の娘を一人としてではなくて、自分に目を向けて、話を聞いてほしいということです。それができないと、結構こう、不満に思ったりとかね、悲しみするわけですね。で、お父さんである私は、どうするかというと、じゃあ、ハンナ、昼一緒に食べに行こうかと言って、1対1の関係の中でデートするわけですけども、連れて行って、食事をしたりとかね、そういう機会を設けるわけですね。そうすると、そしてお話を聞いてあげると、すごく満足して、嬉しそうにしているわけです。で、人間もですね、年を取って、この年齢に、中年になったとしても、老老になっていたとしても、変わらないとですね、誰かに話を聞いてほしいし、誰かに連れてきてほしい、誰かに目を留めてほしいですね。で、でも孤独なこの現代社会の中にあった寂しい人たちがたくさんいるわけです。で、東北にボランティアになっても多いですね。大変な状況の中に置かれた方たち、こんなこう不安を聞くときに共通した不安があって、その共通した不安というのは、自分たち今を立つているけれど、震災の直後はでもやがて忘れてしまうんじゃないか、そういう不安を持ってらっしゃる方が参考いらっしゃいました。そのように私たちはですね、誰であれ自分の置かれている状況に関心を払ってほしいし、目を向けてほしいし、そして話を聞いてほしいんです。神様はそういう私たち人間にとってその方であるという聖書は言っているわけです。私が神様の作品であるということは、神が最大限の関心を私たち、すなわち神の作品である私たちに対して払ってくださっているということなんですね。なぜならば、作品というのは一つ一つ自分に出なきゃですね、作れないですね。同じ感を、セットあるね、茶碗をですね、湯飲みを作っていくときに、どんなに一生懸命陶器を作ったとしても、同じものを作ったとしてもですね、どこかやっぱりこう少しずつ違うんですね。では私たちユニークな存在として神様が愛情をかけて最大限の感謝を払って作ってくださったものなんです。で、私たちが、聖書の福音をこの世に対して、世の中にいらっしゃる方たちに対して伝えていくときに、立ち会えることの一つは、神様があなたのことを、愛してらっしゃるんですよ。あなたが今どのような状況に置かれているかわからないけれども、神様は最大限の関心をくださっているんですということをお伝えすることができるんですね。で、二つ目にですね、私たちはの作品であるということは、神様が作りしてある神様が私たちを必要としてくださっているということです。人間がですね、生き生きと生きていくためにですね、豊かに生きていくために2つの大切な要素、ことのできないポイントというのは、誰かの必要と自分がされているかということがとっても大切ですね。誰からも自分が必要とされないとしたらどうですか。やっぱり
人はですね、非常に孤独を覚えると思うんです。で以前こう、山にこう今こう、別荘がそこに訪ねて近隣にこう仲良くしている方がいらっしゃってね、それでその方とこう話を、まあ、自然の豊かなところがあるけれども、まあ、あの人のいないところですので、話をしているときに、そういう話題に、年配の方でしたね。人間は、人間はやっぱり誰かに必要とされてないと、もうこう寂しいんですよね、というふうに語っています。で、すると、その人はというと、誰にですね、自分が本当に必要とされているのであれば、私たちは、嬉しいし、こう元気に生きていくことができる。ですね、夫婦関係の中にあったとしても、親子関係の中にあったとしてもね、で、結婚生活の中にあって、自分自身こう学んだことの中の一つにあって、のりこに助けていますよ、必要なんだよって言ったときに、夫婦がこう生き生きとしてるんですね。そして私のことを助けてくれるようになります。その中に、お互い感謝する感謝を気づかれていくんですけれども、神様は私たちを必要としてあるんですね。何かのために、そして、さっき言ったようにですね、責任とした、していただいた私たちに対して本当にですね、最大限の関心を持っています。そして今言ったようにですね、神様は私たちを、必要としてくださっているんですね。で3つ目のポイントで、大切なことは、この作られた作品には目的があるんです。何かですね、容器であっても単に飾りとして鑑賞品として、棚に入れて、いるものではなくてですね、神様はこの作品を何かの実用品として用いようとしているんですね。ハンナの友人、ハンナという友人に言いますけれども、大阪から来ている男の子がいて、この前にここに天国君と言ってきましたけれども、お父さんが沖縄の有名な、ね、東京をなさっていて、娘たちに天国君はその、お茶飲み、飲みですか、こうコーヒーカップわからないけど一つプレゼントしてくれたんです。でそのお父さんが、僕はちょっと直接こう言葉を交わすチャンスだったんですけれども、に言ってたそうです。私の、ね、この作品はぜひ皆さん使ってください、壊れてもいいから使ってください、そうしないと私の生活が成り立たないからだそういうそうですけれども、その作られたお父さんは自分の丹精込めて作った作品をただ棚に飾っておくのではなくて、それをくださった方たちが毎日生活の中で使ってください、使ってもらえることに、作者として喜びを感じるわけですね。神様は同じように私たちを作り主ではなくて、必ず神の作品である私たちに、今はちょっとしかわからないかもしれないけれども、尊い目的を持って、作ってくださっているんです。聖書は神様がどういうような方であるかというのをいろんな形で、言葉に書いていますけれども、エペソの2章の10節の中では、神様は私たちを尊い作品としてお作りになった方であるというふうに書いてあるわけですね。その意味は今お話ししたように、第一に神様は今どのような状況の中にいるか私たちは分かりませんけど、神様は最大限の関心を払っていて愛してくださっています。2番目に、神様はあなたが自分が何の役に立たないと思っているかもしれないけれど、神様はですね、あなたを必要としていらっしゃるんですね。そして3つ目に、この創造主である私たちをお作りになった父なる神様は、あなたに対してですね、尊い人生の目的を、ご計画を持っていらっしゃいます。
それが私たちが皆さんにお伝えすることのできる福音です。良き福音です。もう一度この聖書をお読みします。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスによって作られています。彼は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださっています。私たち人間は神様が作られた尊い作品です。お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。あなたは愛情を込めて、そして目的を込めて私たちを作ってくれました。あなたは私たちをこのような私たちを必要としてくださっています。あなたを立ててくださった尊い目的のために私たちをどうか用いてください。感謝をしてイエス様の名前にお祈りいたします。